本日はお忙しい中、株式会社アイネット2023年3月期決算説明会ライブ配信にご参加いただき、誠にありがとうございます。早速、決算説明会を開始いたします。まずはじめに、本日の出席者をご紹介いたします。株式会社アイネット代表取締役兼社長執行役員、酒井でございます。酒井です。よろしくお願いいたします。取締役兼専務執行役員、佐伯でございます。佐伯でございます。よろしくお願いします。取締役兼常務執行役員、内田でございます。内田でございます。よろしくお願いいたします。それでは、お時間となりましたので、始めさせていただきます。酒井社長、お願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。アイネット社長の酒井でございます。当社決算説明会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日は、オンラインにて開催させていただきます。よろしくお願いいたします。それでは2023年3月期決算に関するご説明を始めさせていただきます。本日のご説明内容でございますが、前半はサマリーで2023年3月期の業績の概要をご説明いたします。その後でサービス別の状況、配当及び今期2024年3月期の業績予想についてご説明いたします。後半は当社 ESG、SDGs 経営に関してご説明をいたします。それではまずは業績のサマリーでございます。2023年3月期の業績サマリーです。数字はご覧の通り、売上高349億8800万円、前期 12.3% 増、営業利益21億2900万円、前期比で 10.1% 減、親会社株式に帰属する当期純利益13億4300万円、前期 20.7% 減となりました。売上高は前期で大幅に増え、過去最高を記録いたしました。が、電気料金の高騰による原価高のため、利益ベースでは減益となりました。売上が伸びた要因についてご説明いたします。情報処理サービスは、クラウドサービス収入の増加に加えて、エネルギー産業向けの各種サービスも好調に推移いたしました。ここ数年、業績が厳しかったウェディングサービスも復調してきております。システム開発サービスも新型コロナウイルスによる行動制限が収束したことにより、案件が増加しており、好調な結果となりました。営業利益が減益となった要因についてご説明いたします。電気料金の高騰、および設備投資に伴う焼却負担増により、当期の売上総利益は前期並みにとどまりました。加えて、給与見直しなどによる販管費の増加も響いた結果、営業利益は前期 10.1% 減の21億2900万円となりました。親会社株主に帰属すると、当期の純利益は、助成金収入の減少や、投資有価証券の評価減などにより、特損もあり、前期 20.7% 減の13億4300万円にとどまりました。次に、配当金についてご説明いたします。2023年3月期の1株当たりの配当金は年間48円となりました。今期2024年3月期は、1株当たりの配当金は年間52円を予定しております。次に2023年3月期の四半期ごとの業績をご説明いたします。比較のため2022年3月期と並べてお示ししております。売上高は四半期すべてで前年同期プラスで推移いたしました。営業利益は2023年3月期の第一四半期、第二四半期はともに前年同期を上回っております。ただし、第三四半期の営業利益は電力料金の値上がりの影響を強く受けて大きく落ち込みました。
第4四半期以降は値上げ、省エネ機器の導入などの対策が功を奏し、営業利益は大きく持ち直しております。続きまして、連結貸借対照表についてご説明いたします。2023年3月期の総資産残高は326億3000万円となり、前期期末で8億7300万円減少いたしました。総資産が 前期比減少した主な理由は、保有有価証券の評価額減と有利子負債削減を目的とした現預金の減少によるものであります。連結キャッシュフローについてご説明いたします。2023年3月期、キャッシュフローは営業活動で得たキャッシュフローが31億8200万円。これが本事前の支払い、9億4200万円。設備投資、21億1800万円の支払いと合う金額となっております。投資活動の内訳にございます、有形固定資産への設備投資、14億8300万円は、データセンターの能力増強に伴うものでございます。財務活動によるキャッシュフローにおいて、有利子負債の返済、及び配当金の支払いなどにより、14億9600万円キャッシュアウトしておりますが、これは現預金の前期との比較で減少した金額相当となっております。ここからはサービス別の状況についてご説明いたします。まずは情報処理サービスの当連結累計期間の売上高と売上総利益の構成と、その増減要因についてご説明いたします。情報処理サービスは、データセンター、クラウドサービス、ガソリンスタンド向けの受託計算サービス、およびメーリングサービスの3つで構成されております。向かって左下の円グラフをご覧ください。情報処理サービスの売上高の構成を示しております。2023年3月期売上高は、データセンター、クラウドサービスが73億5000万円となり、情報処理サービスの 54% を占めております。以下同様に、ガソリンスタンド向けの受託計算サービスが43億2500万円で 31%、メーリングサービスが26億7400万円で 15% となりました。向かって右上の棒グラフをご覧ください。情報処理サービスの売上高の増減要因について記載しております。当期は3つのサービスすべてで増収を確保しております。向かって右下の棒グラフをご覧ください。情報処理サービスの売上総利益の増減要因についてサービス別に記載しております。データセンター、クラウドサービスにおいて収益性変動要因の7億400万円減少が大きく響き、売上総利益は前期6億6600万円の減益となりました。これは主に電気料金が高騰していたことによるものでございます。受託計算サービス、メーリングサービスは主に増収効果により前期比で増益を確保しております。次に、システム開発サービスの当連結累計期間の売上高と売上総利益の構成と、その増減要因についてご説明いたします。システム開発サービスは、ソフトウェアの受託開発とハードウェアの受託開発などの2つで構成されています。ソフトウェアの受託開発が売上の約 90% を占めています。向かって右上の棒グラフをご覧ください。システム開発サービスの売上高の増減についてサービス別に記載しております。2つのサービスともに増収となっています。次に売上総利益についてご説明いたします。向かって右下の棒グラフをご覧ください。売上総利益の増減要因についてサービス別に記載しております。ソフトウェア受託開発が4億4700万円の増加となっております。増収による利益の増加が寄与いたしました。ハードウェア受託開発等も増益を確保しております。以上、これまでご説明をいたしました当社の2つの主要サービスの過去10年間の売上高についてご説明いたします。当社はストック型の情報処理サービスが景気に左右されにくく安定的な収益を生み出す一方で、
フロー型のシステム開発サービスが景気の波を取り込む形で収益を上乗せすることで増収基調を維持してまいりました。ストック型ビジネスとフロー型のビジネスからの収益が相互に補完しつつ、バランスを取り合うことで全体の収益を生み出しております。情報処理サービスについてご説明いたします。この10年、一貫して増収基調を維持してきました。メーリングサービスなどが減少傾向となる一方で、データセンター、クラウドサービスの伸びは著しく、同サービスの2022年3月期の売上高は、10年前と比較して約 2.5 倍となっております。この結果、情報処理サービス全体の売上高は、10年前と比較して約 1.5 倍となっております。ついで、システム開発サービスについてご説明いたします。この10年間、社会の動きに業績が左右されながらも増収基調を維持してまいりました。2020年の3月期には過去最高の売上高189億円を計上するも、翌期以降新型コロナウイルス感染症の問題により減収となっておりました。2023年3月期は過去最高となる198億円となっております。また、同期の売上高は10年前の約 1.5 倍となっております。続きまして、2024年3月期業績予想について述べさせていただきます。売上高は377億円、前期比 7.7% 増、営業利益は27億5000万円、前期比で 29.2% 増、経常利益は29億円、前期比で 33.3% 増、当期純利益は20億2000万円、前期比で 50.3% 増を見込んでおります。前期比から電気料金を中心とする原価の高騰を受けまして、クラウド、データセンター関係の販売価格を見直し、省エネ機器への積極的な設備投資も進めてまいりました。また、今年になってから業務用の電気料金の値上がりは落ち着きを見せております。以上のことを踏まえ、2024年3月期の業績は大きく好転し、売上高は377億円に達することを見込んでおります。企業を取り巻くマクロ経済環境は引き続き厳しい状況ではございますが、当社はこの業績予想を達成できるよう、全社一丸となって努力してまいる所存でございます。2023年3月期の業績及び2024年の3月期の業績予想を踏まえ、中期経営計画における2025年3月期の経営数目標を売上高400億円に引き上げることにいたしました。2024年3月期は前期に引き続き売上は好調に推移することを見込んでおり、最終年度2025年3月期に計画していた売上高377億円を1年前倒しで達成するということを予想しております。このため、2025年3月期の売上高の係数目標を400億円に引き上げたものでございます。一方、営業利益の係数目標につきましては、当初計画値と同じ32億円を維持するものといたしました。前日のごとく、当初想定よりも厳しい事業環境となっていることに加え、主にデータセンターの能力向上を目的とした前向きな設備投資を積極的に進めた結果、償却負担も増しているということも考慮いたしました。営業利益率については 8.0% になると見込んでおります。次に当社の配当方針なんですが、安定的な配当を継続して実施するとともに内部留保に努めて、今後発生する資金需要などの対応を図ること、これでございます。2023年3月期の配当金につきましては、1株24円といたしました。年間で1株48円の配当を実施したことになります。配当成功は 57.1%、11期連続の増配でございます。2024年3月期については、数期合計で前期比4円増額の1株、52円の配当実施を見込んでおります。引き続き安定した配当の実施に心がけてまいる所存でございます。ご参考といたしまして、2023年3月期の業績をまとめたものをお付けしております。
予想対比での達成具合を示しております。秘書予想対比で売上高は超過達成いたしましたが、営業利益、経常利益及び当期純利益は未達となりました。2023年1月31日の公表の予想との比較では、売上高は予想通り、営業利益、当期純利益はそれぞれ 18% と超過達成をいたしました。2023年3月期、第4四半期の業績でございます。第3四半期の売上減価が売上対比で 81.5% と、他の四半期よりも高い比率となっております。これが通期で利益が落ち込む要因になっていることがお分かりいただけるかと存じます。第4四半期にはこれまでと同水準の利益率まで回復をしてきております。サービス別の通期実績です。参考値として各サービスの営業利益を算出して記載しております。2023年3月期、情報処理サービスの営業利益の落ち込みが大きくなったのは、電気料金高騰による影響を受けたためであります。それではここからは当社の ESG 経営、SDGs の推進についてご説明をいたします。データセンターのご利用は省エネになります。当社のデータセンターは建築物、総合環境性、性能評価、横浜で A ランクを獲得しています。経済産業省が実施いたしました実証実験において、事務処理などに置いてあるサーバーをデータセンターのクラウドの利用に集約いたしますと、約 73.5% の電力使用量の削減効果があるということでございます。当社のデータセンターは様々な独自の工夫をしており、省エネ効果を高めております。データセンターの省エネは、内部にあるサーバーが発する熱をいかに冷ますかということが重要となります。当社はデータセンターの屋上にあるエアコンの室外機を棚の上に高く置き、夏は暑くなるときにはその下に水を流し、日よけを取り付けて温度上昇を抑える工夫をしております。いわば夏になると当社のデータセンターは日傘を差して打ち水をまいている状態となります。今後は当社データセンターへの再生可能エネルギーの導入も進めることでカーボンニュートラル実現に努力する所存でございます。次に耳慣れない言葉ではありますが、スペースサステナビリティ、宇宙の持続可能性についてアイネットの貢献をご説明いたします。当社は小型の人工衛星製作運用のスペシャリストでもあります。長年にわたり日本の宇宙開発に深く関わってきております。宇宙エブリ除去を含む軌道上サービスに取り組む株式会社アストロスケールホールディングスさんが提唱されているスペースサステナビリティ、宇宙の持続可能性の考えに共鳴いたしまして、同社、日本子会社と2022年の8月、商業デブリ除去実証衛星アドラス J に関するパートナーシップを提携いたしました。地球を取り巻く大気圏外宇宙においては、各国が打ち上げた多数のロケットの残骸やデブリと呼ばれる破片など人工ゴミが多数漂っております。このデブリは増加の一途をたどっており、宇宙開発の大きな障害となりつつあります。今年5月12日から14日に開催されました先進7カ国 G7 科学技術省会合においても宇宙ゴミの低減に向けた研究開発を国際協力にて推進することが決まりました。アストロスケールさんはこのデブリを回収することを目的に民間企業として活動している日本の先進的なスタートアップ企業であり、世界的なリーディングカンパニーでもあります。アイネットは地球のみならず、宇宙環境のことまで考えた企業活動を展開しております。なお当社は株式会社アストロスケールホールディングスさんに直接出資をしているほか、同社からは人工衛星の製造運用試験、データ受信、解析など多数の業務を受託しております。次に社会貢献についてご説明いたします。神奈川県と横浜市さんにそれぞれ500万円寄付をいたしました。神奈川県ではこの基金を活用して生活困窮する若者の進学や就職自立を支援する施策を実施されております。
2023年3月期より、データサイエンスインターシップのプログラムを開始以降、毎年、横浜国立大学経営学部のデータサイエンスエデュケーショナルプログラムに属する学生を受け入れて、人材育成面において協力することで合意いたしました。次に、障害者雇用促進を目的とした特例子会社、アイネットデータサービスを13年前の2009年4月に設立したお話でございます。要は、データ入力や計算業で全員が正社員雇用というのが大きな特徴でございます。また、横浜市オープンデータを活用した保育施設検索サイトの働くママを応援したいは2022年の6月にリニューアルいたしました。引き続き子育て支援や女性活躍推進につながる取り組みを行ってまいりたいと思います。2019年3月には一般財団法人としてスタートし、2020年の1月には神奈川県より公益認定を取得した公益財団法人アイネット地域振興財団は、貧困対策、地球環境対策等への活動を行う NPO 団体等の活動を支援、助成しております。長期的に安定的な活動を実施し、より良い地域社会の発展に貢献してまいりたいと思っています。アイネット地域振興財団は、当社の創業者の池田則吉が神奈川県内で社会貢献活動を行う団体の持続可能な活動を支援、助成することを目的に設立し、当社が支援している公益財団法人です。2019年3月、一般財団として発足、2020年1月に公益認定を取得しました。19年度には13団体であった支援実績が、22年度では27段階まで増加しております。長期的に安定した活動を実施し、地域社会の発展にも貢献してまいります。同社は、社員が経営における最大の財産であると考えています。社員が心身ともに健康であることこそが、持続的な企業価値の向上の源泉であると考え、健康経営を推進しています。当社は5年連続で健康優良法人2023ホワイト500に選ばれたほか、本年は働くエールにて最上位となる優良福利厚生法人を受賞いたしました。また、ダイバーシティ推進として LGBTQ への取り組みを評価するプライド指標において最高ランクのゴールドを受賞しております。また、女性管理職比率を現状の 6% から2025年までには 12% へ、外国人比率は 0.5% から 1.5% へ引き上げるようにいたします。男性による育児休暇の取得なども推進しており、多様化する社員一人一人が能力を発揮できるような環境づくりを目指しております。次に、当社の概要についてご説明いたします。会社概要から順を追ってご説明いたします。自社データセンターを活用したストック型ビジネスの情報処理サービスとフロー型ビジネスのシステム開発サービスを展開するハイブリッド型システム会社です。本社は横浜の港未来にございます。社員数は連結で1774名、単独で1021名となっています。全国主要都市に支店があるほか、横浜市内にはデータセンターを2カ所、4棟保有しております。遠隔についてご説明いたします。1971年にガソリンスタンドにおける決済業務の合理化を目的として、現創業者会長である池田則吉より設立されました。現在全国には約2万8000件のガソリンスタンドがございます。そのうち約3割強のガソリンスタンド様に当社の受託計算サービスをご利用いただいております。おかげさまで当社の国内シェアはナンバーワンでございます。当社は1995年に当時の店頭市場に株式を公開し、97年に東証第2部に上場。その後、2006年には同一部に指定外となりました。昨年4月からはプライム市場へ移行しております。ここではアイネットの主なサービスをご紹介しております。皆様が当社サービスを直接見聞きする機会は少ないと思いますが、実際には多くの方々が
様々な社会インフラを通じて、社会、当社のシステムをご利用いただいていると思っています。iNet は主に企業ユーザー様に2つのサービスをご提供しております。1つはシステム開発サービス、もう1つは情報処理サービスです。直近決算期の売上情報に基づくと、システム開発サービスが売上の約 57%、情報処理サービスが 39% を占めています。システム開発サービスは、主に受注した案件の開発業務で、いわばフロー型のビジネスであります。もう一方の情報処理サービスは、同社のデータセンターで運営するサービスを、毎月の課金型でご利用いただくストック型のビジネスとなっています。iNet の強みについてご説明したいと思います。一つ目として申し上げたいのは、iNet は4300社のお客様を抱える技術者集団であるということです。当社の1200名の技術者が日夜お客様の要望にお答えしております。主なお取引様先はガソリンスタンドなどのエネルギー産業、コンビニなどの流通業のお客様や銀行やノンバンクなどの金融機関、一般の製造業、人工衛星などを活用した宇宙関連ビジネスなど多岐にわたります。これらのお客様とは多くの取引実績があり、長く深い関係の構築ができております。二つ目は、当社が社会インフラを支えるストックビジネスを手掛けているということでございます。横浜に4棟の自社データセンターにあるアプリケーションをインターネット経由で利用するクラウドサービスを多数展開しております。例えば、ウェブ上のスケジュール管理ソフトやメール、ビジネスチャットなどはもちろん、個人の方が利用されるネット通販のシステム提供まで多種多様な電子データをお預かりしております。また、創業以来手掛けているガソリンスタンド向けの受託計算業務は、販売管理から請求、クレジットカードへの課金まで当社のシステム上で全てが処理されております。自動車の給与をすることで当社のシステムを知らずにご利用されている方もたくさんお見えになっています。当社のシステムを介して金融機関とお取引されていることもあるかと思います。3つ目は、当社はお客様のデータを単にお預かりするだけにとどまらず、システム開発データの処理結果を印刷したり、電子メールで通知したり、発送するサービスを当社自身が全て兼ね備えているということでございます。当社にデータをお預けいただくだけで、全ての業が委託可能となって、全てをワンストップで対応できる。当社はお客様にとって大変使い勝手の良いシステム会社となっております。加えて、当社は DX 化の力強いパートナーとしても評価されております。2021年10月に設立されたエネルギー産業最大手のエネオス様との間に、合弁会社エネオスレジネント、エネオス様の事務合理化に貢献をしております。当社はこの他にも、観光庁さんや政府機関から公的なお仕事も多数頂戴しております。2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の問題において、当初は多くの地方公共団体様からご依頼に基づいてワクチン接種券の迅速な発送を受けおりました。当社の有する機能を生かした形で社会に対して明日多少なりとも貢献できたと自負しております。それでは当社の主要サービスについて具体的にご説明をしたいと思います。当社は自社でデータセンターを4棟保有し、お客様の IT 基盤として先進的なクラウド環境を提供してまいりました。自らがデータセンターを保有しているために、価格設定やサービス内容をお客様やパートナー様のご要望に合わせて柔軟に対応することが強みとなっています。そのプラットフォーマーとしての強みを生かし、当社のクラウド基盤上に当社独自のサービスだけではなくて、各専門分野に強い他社のアプリケーションを載せてクラウドサービスとして提供しています。これまではパッケージビジネスとしてそれぞれの企業が進めてきたものをクラウドサービスとして仕立てていきます。例えば、ネオジャパンさんのビジネスチャットは当社のクラウド基盤の上で稼働しています。同時に当社が販売代理店となる、なり、そのサービスを販売することによってパートナーとしての連携も行っています。
このように様々な連携を通じ、サービスや商品をスピーディーに、機動的に幅広く展開するため、販売パートナーやクラウドの OEM パートナーも増やしてまいりたいと思います。今後も各分野に強いアライアンス先とともに、クラウド上で提供するサービスを増やし、積極的に拡大してまいりたいと思っています。業界トップのガソリンスタンド向けクラウド型管理システムを有しておりますので、当社は小売業者様から販売データをインターネット経由で受信、計算処理した上で請求書を作成して、利用者への請求書の発送までをワンストップで提供しています。利用者様のクレジットカード代金の請求は、当社がクレジット加盟店としてカード会社に請求、決済処理をしております。ガソリンスタンドの店舗数は長期的には減少傾向にございます。しかしながら当社のエネルギー関連部門の売り上げはここ数年横ばいから増加傾向に転じてきております。これはこれまで自社のコンピューターで販売管理や資金請求を行っていた小売業者様が当社の提供するクラウドベースのシステムに切り替える例が相次いでいるからであります。現在、石油元売り各社様、主要な商社系販社様の参加もガソリンスタンド全国約6000箇所に対して勘定系クレジット決済処理を提供しております。これは、当社が現在力を入れているプロパンガス業者様へのサービスであります。プロパネット、プロパンガス小売業者様向けにスマートメーターを使用したクラウドタイプの販売管理課金システムでであります。ガスの使用量を自動的に測るスマートメーターを使用しており、導入したプロパンガス小売業者様は業務の大幅な効率化が可能となっています。当社は2020年に新プロパネットサービスとして大幅に改良を加え、リニューアルいたしました。本年2月にはガスメーター製造大手の愛知時計電機株式会社様とも提携いたしまして、積極的に拡販を行っております。現時点での契約事業者の数は約200となっています。おかげさまで好評を博しておりまして、2022年度の解約は0件でありました。引き続き多くの引き合いを頂戴しており、今後の成長が期待できる事業であります。2022年6月、電子帳票システムで優れた商品を提供している株式会社ユニリタさんと、当社のメーリングサービスを合わせた新ソリューションサービス、マルット帳票クラウドサービスの提供を開始いたしました。両社のサービスを融合することで、帳票の電子メール配信と印刷配信を併用したハイブリッドな帳票運用が可能となり、煩雑な帳票業務の DX 化が実現できます。これらのサービスは当社データセンター内で処理を完結しています。データの外部流出リスクも最小限にすることができます。こうした万全なセキュリティ環境の下、お客様の様々なニーズにお答えしてまいりたいと思います。それでは当社の金融業界向け業務システムの一つをご紹介いたします。当社のカードローン統合融資システムローンレンジャーというパッケージソフトでございます。これまで多くのローンシステム構築に携わってきた豊富なノウハウから作られたシステムであります。日本国外でも販売されており、すでに販売の実績もございます。このシステムでは、カード会員への入会管理から再建開始まで、業務センターにおけるメーリングサービスやカード作成発送まで、一連の流れを全て網羅しております。外部システムとの連携も可能であり、お客様のご要望に応じた自由度の高いシステムが構築できます。今後は新たなニーズに合わせてキャッシュレス化、ポイント対応などにも取り組んでまいります。オープン化、クラウド化の流れをお客様の利便性につなげるべく、システムのさらなる改良にも進めてまいります。近年、サイバー攻撃は日々高度化、巧妙化してきています。サイバー攻撃によって、純利益の半分以上を失う企業が出るなど、深刻な影響を引き起こす事件も発生してきております。その脅威は年々増加傾向にあります。サイバーセキュリティは経営問題の位置づけ、
経営問題ということで位置づけられるほどの事態となってきています。こうした中、当社のセキュリティサービスは入り口出口対策はもちろんのこと、働き方改革が進む中、テレワーク環境対策まであらゆる範囲を網羅しています。当社ではお客様のセキュリティ対策の現状を分析して、様々なニーズに合わせたトータルセキュリティソリューションをご提供しております。次に宇宙関連ビジネスです。これまで政府、国の宇宙機関によって莫大な予算をかけて実施されてきました。しかし、近年では民間企業が次々とチャレンジしており、宇宙関連事業を手掛けるスタートアップ企業も続々と誕生してきております。これは技術の進歩による人工衛星分野の小型化や低コスト化、スタートアップ企業が多い米国の影響などが挙げられます。当社は1977年のひまわり初号機から宇宙開発事業に携わっており、この分野で半世紀近くにわたる技術や経験をもとにした知見を有しております。近年では多くの宇宙スタートアップ企業から衛星開発の仕事をいただいております。今後も将来有望な人工衛星ビジネスへの取り組みを強化してまいります。高井社長、ありがとうございました。決算説明は以上となります。